国連の安全保障理事会が北朝鮮に対する新しい制裁決議を採択したことを受けて政府は明日にも日本独自の制裁を強化する方針です政府は北朝鮮に渡航した後に日本への再入国を禁止する朝鮮総連幹部の対象者を拡大する方針です明日にも NSC= 国家安全保障会議を開いて追加の制裁を閣議了解する方針です